落花生、落花生、漢字、落花生、学名、英語、ピートナット、または、グラウンドトナットは、豆赤落花生属の一年草。食用にされる種子は、別名南京豆、南京豆、ピーナッツとも言う。方言名に、地豆、地豆、地芋豆,豆、沖縄方言、東人豆、偉人豆、脱期書、落花生。鹿児島県、東八線。 呂ラッ落花生、長崎県などがある。中国語では、花池、ホワション、落花生、ルオホワション、別名、調整下。台湾語では、塗り豆、土豆とも表記。トータウズターウ。発火語では、バン豆、ファンテウとも言う。ピーナット、ピートナット、または、ピーナッツ、ピーナッツの語源は、ピーピー、エンド豆、ナッツナッツ。 好みであるが、名称のみで、実際は、遠藤豆の好みではない。草丈は25から50センチメートル、夏に、黄色の花を咲かせる。10分後、数日経つと、脂肪柄、脂肪と花卓との間の部分が下方に伸びて地中に、潜り込み、脂肪の部分が膨らんで、地中で結実する、イコール地下結実性。南米原産で、東、アジアを経由して、 江戸時代に日本に持ち込まれたと言われている。日本では主に食用として栽培されている。花が落ちるようにして、花が受粉して落ちて、地中で身を産むことから、落花生という名前が付けられた。原産地は南アメリカ大陸である。最も古い出土品は、ペルーのリマ近郊にある、紀元前2500年前の遺跡から出土した大量の落花生の殻である。また、 紀元前850年頃のモチェ文化の墳墓にあった副葬品に落花生が含まれていることから落花生が生活の中で重要な位置を占めていたことがわかる。その後、メキシコには紀元前6世紀までに伝わっていた。16世紀のスペイン人修道士の記録ではアステ家族は落花生を食料ではなく薬と考えていた。また、 カリブ海の島々でも落花生の栽培は行われており、そこでは重要な食料とされていたという。大航海時代の始まりで、落花生はヨーロッパにも紹介されたが、土の中で成長する落花生はそれまでの豆類の常識とは、かけ離れた奇妙な存在と感じられた。気候もあまり適さないことから、ヨーロッパでの栽培はあまり行われなかった。 南アメリカ以外に落花生の栽培が広がったのは16世紀中頃である。ポルトガルの船乗りたちが西アフリカブラジル間の奴隷貿易を維持するためにアフリカに持ち込んだのが始まりで、そのまま西アフリカ、南部アフリカ、ポルトガル領インドに栽培地が広がっていく。ほぼ同時期にスペインへ伝わった落花生は南ヨーロッパ、北アフリカへと渡っていく。さらにインドネシア、 フィリピンへの持ち込みも、ほぼ同時期である。日本には、東アジア経由で1706年に、落花生が伝来し、南京豆と呼ばれた。ただし、現在の日本での栽培種は、この南京豆ではなく、明治維新以降に導入された品種である。18世紀以前の北、アメリカでは、落花生は、家畜の餌か黒人奴隷向け食料として、栽培されていた。 南北戦争による食料事情の悪化により、白人も落花生を食べるようになり、ピーナッツと呼ばれ、愛されるようになった。落花生の実を食べるときは、殻、鞘、糖化のままいるか、殻から剥いたものをいることが多い。もしくは行った後にバター、またはパーム油などを絡める。また、殻のまま、塩ゆで、ゆでピーにする。北海道、東北地方、 千葉県の一部では、節分の豆まきで殻付きでいった落花生を用いる地域もある。中国や台湾では殻ごと塩、八角などの香辛料を加えた湯で茹でる調理や、せいろで蒸すことも多い。茹で落花生は日本でも静岡県、鹿児島県などでは一般的である。長崎県大村市では、筑前煮に,に落花生を入れる習慣がある。 中国では皮付きの種を油で揚げてから塩をまぶす方法も一般的である。これは朝食に食べる粥の具としても使う。落花生の薄皮にはレスベラトロールが含まれ、薄皮ごと食べる方が健康に良いと言われている。加熱したピーナッツの外側に砂糖をまぶしたり、小麦粉の衣をつけて揚げたりした豆菓子やチョコレート菓子などの加工品も生産、販売されている。 鹿児島県奄美群島には熱した黒砂糖と絡めたがジャマメ、サタマメ、味噌も加えた味噌豆といった菓子がある。千葉県の名産品には落花生の甘納豆が存在している。他には砕いて団子の中に入れるあんにしたり揚げせんべいに加えられたりもする。落花生の日本での主産地である千葉、茨城県では、いった落花生を甘辛く味付けた味噌で和えた惣菜が、 郷土料理となっており、スーパーの惣菜コーナーなどでも売られている。日の出味噌の加工品から名が広がり、味噌ピーと呼ばれている。料理では加熱して砕いた落花生を、ごま同様に薬味に使う場合があり、中華料理の内視線料理、台湾料理などではよく見られる。また、竜のひげ飴、くるたれ、団子などの菓子に入れられることもある。福建省市や台湾には、 小豆の代わりに、落花生で作った全材とも言うべき、花池湯、花池ひとし湯がある。関東料理のスープ料理に、鶏の足、もみじ、夏目などと薄皮付きの落花生を煮込んだ、紅夏目系、花池湯や、夏目をパパイヤに変えた、木工系、花池湯などがある。関東が湯には、豚のあばらぼうね、パラの干物、 スルメや干しエビと薄皮付きの落花生を入れて煮込んだ、背骨花生形状、柴坂の花生形状、ジョ状などもある。沖縄県では、ジーマーミ、チマメと呼び、水分を含ませてすりつぶした落花生に、サツマイモのデンプンを加えて加熱して作るジーマーミ、豆腐がある。鹿児島県の奄美群島にもあり、鹿児島市や鹿屋市では、脱ショ豆腐と呼ぶ。 ゴマ豆腐に似た食感のものもである。中国の福建省、台湾、ベトナムなどでは加熱後、粉状にした落花生と砂糖を合わせて押し固めた落岩に似た花章素がある。福建省、台湾、マレーシアにはさらに爆芽糖を加えて固めた蜜糖もある。落花生をいってすりつぶして練ると、ピーナッツバターや花池ビシをホアションジアンを作ることができる。 油脂含有分が高く、ピーナッツオイルが製造されている。不法は脂肪酸、オレイン酸、ディノール酸が多く、血中のコレステロールを下げ、動脈効果の予防が期待できる。広東料理など、中華料理にはよく使用されている。また、サラダ油、マーガリンの原料にもなる。工業用途では、石鹸、シャンプー、塗料樹脂などにも、原料として応用できる。 殻は肥料、干して燃料にするほか、粉砕して、プラスチックのフィラー、コルク代用品、研磨剤などに利用することができる。落花生は、蕎麦同様に重篤な食物アレルギー、アナフィラキシーを引き起こす、可能性のある食材として知られている。ナッツアレルギーを持った女性が、ピーナッツバター入りのサンドイッチを食べた、ボーイフレンドとキスをした後、 重度のアレルギー症状で死亡する事故も起きている。脱花性は材料、加工品ともにアレルギー物質を含む食品として、食品衛生法施行規則、別表第5の2による特定原材料として指定されている。同法第11条及び同規則第5条による特定原材料を含む胸の表示が義務付けられている。しかし、飲食店では、 必ずしも表示されておらず、沖縄料理店で、ジーマーミドオフの主原料が、落下生であるとからず食べてしまうこともある。以下に、国際連合食料農業機関、FAO による2004年時点の生産量、輸出量、輸入量のうち、上位5カ国を示す。いずれも、重量ベースである。生産量は、中国、1、441万トン、インド、 590万トン、ナイジェリア、294万トン、アメリカ合衆国、211万トン、インドネシア、147万トンである。中国が約4割、上位5カ国で、全生産量の75%を占める。統計値は殻付き、グラウンドトナッツインシェルである。未加工品の落花生は、主にむきみ、グラウンドトナッツシェルドの形で貿易ルートに乗っている。 輸出では中国32.5万トン、アメリカ合衆国14.6万トン、インド11.2万トン、アルゼンチン7.0万トン、オランダ6.3万トンである。輸入ではオランダ22.5万トンの輸入量が突出しており、次いでイギリス8.5万トン、カナダ8.0万トン、メキシコ7.6万トン、ドイツ、 6.0万トンである。日本のムキミ輸入量は世界第7位に位置し、主に中国から輸入されている。ムキミと比較すると、殻付きの貿易量は少ない。輸出量は、中国7.8万トン、インド6.5万トン、アメリカ合衆国1.7万トン、エジプト1.1万トンである。輸入では、メキシコ2.2万トン、イタリア、 2.1万トン、インドネシア、1.9万トン、ドイツ、1.4万トン、スペイン、1.4万トンである。むきみ、殻付きのほか、イルアげるといった加工品、ピーナッツバターのようにさらに加工が進んだ形の商品も貿易ルートに乗っており、金額ベースでは加工品の占める割合が高い。日本における生産量は農林水産省の 作物統計によると2015年の生産量は無気味換算で12,300トンである。輸入量は財務省の貿易統計によると98,867トンであった。県別の生産量では千葉県が9,590トンで突出しており78.0%を生産している。千葉県は農林総合研究センターに落花生研究室を設けている。 品種として、中手豊か、里の子をまさりのほか、2018年に命名した、旧ナッツのように、品種改良やブランド化、高齢化で、減少傾向にある、栽培農家数の回復にも力を入れている。特に、千葉県中央部の八幡市が、生産量では、日本一を誇る。県別では、茨城県、1500トン、12.2%が続き、 千葉県と合わせると9割を超える。以下、神奈川県、栃木県、鹿児島県が続く。日本で初めて栽培されたのは1871年、明治4年に、神奈川県大磯町の農家、渡辺慶次郎が、横浜の親戚から落花生の種を譲り受け、自分の畑に蒔いたもの。花は咲いたが何も実を結ばないので、こんなものと足蹴りしたら、地中から、鞘。 核が出てきて、地下欠実性であることが判明した。経済栽培に向けて、販売先の確保のため、地元旅館に試食を依頼したが、客は喜んだが、座敷が汚されて困ると断られた逸話が残っている。その後、明治10年に0.4リットル袋入りにて、横浜の駄菓子屋に売り込んだところ盛況となり、採算が取れる商業生産への見通しが立った。 千葉県においては1876年より栽培が開始されている。日本で生産されている主な品種は以下の通り。日本国内で消費されている安価な落花生の大部分は中国産で主に大粒の品種を栽培している。山東省、河北省、天津市産の輸入が多い。南京豆という別名に使われているチャンスー省の南京など、家中、 カナ地方産の落花生は小粒のものが多い。2000年を過ぎた頃から相場が下がり始め、2006年頃には1 0 0ム、あたり40円にまで下がった。2007年頃に相場が上がり、1 0 0ムあたり100円となった。しかし、店によっては1 0 0ムあたり65円で売っていることもあり、販売ルートによって価格に差がある。落はこんにゃく芋と同様に、 関税割当て制度の対象であり、2007年は一時税率が10%、二時税率が617円、キログラムと保護関税が課せられている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。